はたきゅう。パンパカパーン。地元民がおすすめする穴場のカレーを紹介するよ。福岡県福岡市博多区住吉5丁目3の1、みすずビル1階。博多駅南から住吉寄りにあるカレー屋さん。昭和レトロな看板だらけの外観です。日替わりカレーがコスパ良くておすすめ。文化屋カレー博多本店は平成5年にオープン。高宮にもお店があります。日替わりの中盛りとビーフカレーと大盛り。店内はレトロかつポップな空間。壁側には2000冊以上の漫画が読み放題。漫画喫茶並みやん。結構俺のよりサイズでかくね。それ何グラム？大盛りにします。大盛りって500グラムってこと？はい。日替わりにはパスタとサラダがついててすっごくお得なので、ぜひとも食べていただきたいです。つか玉ねぎの甘みとコクがすごくてすんごいうまいんやけど。あー食ったね。真のカレー好きは絶対に行くべし。最後までご視聴ありがとうございました。博多の救世主梅光です。かんちゃんです。今回は福島市天山にあるコインレストラン中央にやってまいりました。見てください、この激渋な感じ、楽しみですね。早速ね、この中で探索していきたいなと思います。やば、懐かしいでしょ。懐かしいね。うわ、ほぼパチンコかスロットやん。すごいギブシブでしょ、ほぼ。うん。見てください、このカップ麺の自販機。すごいでしょ、渋いでしょ。あ、ビリヤードボール。そう、どうやってやるかわかんないでしょ、全然。全振りするやろ、これ。
取ったか分からん。ちょっと慣れるまで時間かかるっすけどね。俺も分かんなかったんですよ。コントローラーじゃないよね。やべ。やべ。これ、かんねん。この操作がやばい。慣れるまでめちゃくちゃいいですよ。どうなんの？慣れてもむずいっすけど。締めて。勝ちそうやん。おっしゃ。うわー、さすが。やばいやばい、調子だったばっかり。相当難しいね。やばい、こっちの水準だって。やばいやばい、反対側に来たら終わりやん。やめちゃってきましたね。いやいや、あ、でも余裕やね、やっぱさすがに負けんか。やばいやばい、調子乗って動いてる。やばいやばい、もうやばい、どっちも瀕死や。危ねえ、うわ、どうしよう、危ねえ、すげえ。スタートをして5点をします。やってみ、で、これ5点巻いたら終わりにできます。あ、ならないの、これならよ。あ、ならないの。くせやろ、しょうがない。強まりようよ。どうしたらいいか分からんけど、どうやったらクリア。全員影が倒されてないと分かんないですけど、非常に困るやん。くせやろ、どうしたらいいか。どうしたらいいの、これ。せん。やばい。最悪だから、長いやつは来ない、長いやつが。もうやばいパターンやん、この時点で。やばいっすね。もう右側しかないやん、黄色は来たら。あ、終わった。おお、いかんやん、そこ来たら。やりますか。いや、面白かったね。面白かったね。久しぶりにやるけど難しいなと思って。うん、操作性がね、難しいし。まあ、本当だ、長いに慣れてるからですね。うん。マジ？めちゃくちゃレトロな空間、このレコードがたくさん。本当やん。お子様ランチが来ました。ヤクルト美味しそう。ヤクルト。おもちゃもらった。素晴らしい。よかったっすね。何か使いますかそれ。なんか次の日とかで使いたい。あ、そうですね。考えましょうそれ。来たー、来た来た来た、俺らやろこれ。奥様ランチ、いいね。ヒレよ、ヒレめちゃくちゃうまそう。こんな食べれないからな。1690円ぐらいよ。うわー、いいな。いただいちゃいますね。うん、いただきます。
柔らかやろヒレやけん。うまそうやな、いいな。はい、クルトで乾杯。おい、気のいい。かわいすぎやろこれめちゃくちゃかわいいっすね。ね、すぐ食べ終わるよこれでも普通に美味しそう。うん、うまいね。うん、あ、揚げたてたち美味しいでしょ。これ綺麗やん、うん、本当っすね、うん、ね、意外といっちゃう。うまいもん、うん、めっちゃ腹いっぱい。いいなぁ、すっげえうまかったっすね。また勝負企画しましょうよ。そうやね、次は負けんよ俺。じゃあ次も俺リアス食べよう。すごくね。